カエルの王様、グリム兄弟、役楠山正雄、朗読櫛田千雪。1。昔々、誰のどんな望みでも思うようにかなった時のことでございます。あるところに一人の王様がありました。その王様には美しいお姫様がたくさんありました。その中でも一番下のお姫様は、それはそれは美しい方で、世の中のことは何でも見て知っていらっしゃるお日様でさえ、毎日照らしてみて、そのたんびにびっくりなさるほどでした。さて、この王様のお城の近くに、こんもり深く茂った森があって、その森の中に、一本ある古い菩提樹の木の下に、きれいな泉がこんこんと吹き出していました。暑い夏の日盛りに、お姫様はよくその森へ出かけて行って、泉のそばに腰を下ろして休みました。そして退屈すると、金のまりを出して、それを高く投げては手で受け取ったりして、それを何より面白い遊びにしていました。ある日、お姫様はこの森に来て、いつものように好きなまり投げをして、遊んでいるうち、ついまりが手からそれて落ちて、泉の中へコロコロ転げ込んでしまいました。お姫様はびっくりして、そのまりの行方を眺めていましたが、まりは水の中に沈んだままわからなくなってしまいました。泉はとても深くて、覗いても覗いても、そこは見えません。お姫様は悲しくなって泣き出しました。するうちに、だんだん大きな声になって、おんおん泣き続けるうち、自分で自分をどうしていいかわからなくなってしまいました。お姫様がそんなふうに泣き悲しんでいますと、どこからか、こうお姫様に呼びかける声がしました。お姫様、どうなすったの？お姫様、そんなに泣くと、石だっておかわいそうだと泣きますよ。おや？と思って、お姫様は声のする方を見回しました。そこに、一匹のカエルが、ぶよぶよ膨れて、いやらしい頭を水の中から突き出して、こちらを見ていました。ああ、水の中のぬるぬるぴっちゃりさん、お前だったの？今何か言ったのは。と、お姫様は涙を拭きながら言いました。私の泣いてるのはね、金のまりを泉の中に落としてしまったからよ。もう泣かないでいらっしゃい。私がいいようにしてあげますからね。じゃあ、まりを見つけてくれるっていうの？ええ、見つけてあげましょう。でも、まりを見つけてきてあげたら、何をお礼にくださいますか？かわいいカエルさん、とお姫さまは言いました。お前の欲しいものなら何でもあげてよ。私の着ている着物でも、光る真珠でも、綺麗な宝石でも、それから金の冠でも。いいえ、私はそんなものが欲しくはないのです。けれど、もしかあなたが私を可愛がってくだすって、私をいつもお友達にして、
あなたのテーブルの脇に座らせてくだすって。あなたの金のお皿から何でも食べて。あなたの小さいお杯でお酒を飲ましていただいて。夜になったら、あなたの可愛らしい男のそばで眠ってよいとおっしゃるなら、私は水の中から金のまりを見つけてきてあげましょう。と、カエルは言いました。ええ、いいわ、いいわ。金のまりを取ってきてくれさえすれば、お前の言う通り、何でも約束してあげるわ。と、お姫様は答えました。そう言いながら、心の中では、カエルのくせに人間の仲間入りしようなんて、本当にずうずうしいおバカさんだわ。と、思っていました。カエルは、でも約束の通り、水の中に潜っていきました。しばらくすると、ちゃんと金のまりを口にくわえて、ぴょこんと浮かび上がってきました。そして、さあ、拾ってきましたよ。そう言って、草の中にまりを置きました。ところが、お姫様はそのまりをつかむなり、ありがとうとも言わず、飛んで帰っていきました。カエルは大声を上げて、待ってください！待ってください！と言いました。私も一緒に連れてって！私はそんなにかけられない！けれど、カエルが後ろでいくらギャーギャー大きな声でわめいたって、何の足しにもなりません。お姫様は、点でそんなものは耳にも入らないのか、とっとっとうちの方へ駆け出していってしまって、カエルのことなんかきれいに忘れていました。カエルは仕方がないので、すごすご、元の泉の中へ潜っていきました。2そのあくる日のことでした。お姫様が王様や残らずのご家来衆と一緒に食事のテーブルに向かって金のお皿でごちそうを食べていますと、外で誰かがぴっちゃりぴっちゃり大理石の階段を上がってくる音がしました。そして上まで上がってしまうと、戸をトントン叩いて、王様のお姫様、一番下のお娘子、どうぞこの戸を開けてくださいという声がしました。お姫様は立ち上がっていって、誰かしら見ようと思って戸を開けますと、そこに昨日のカエルがぺっちゃり座っていました。お姫様はぎょっとしてバタンと戸を閉めるなり、知らん顔で席に戻りました。でも心配で心配でたまりません。お姫様が胸をドキドキさせているのを王様はちゃんと見ておいでで、ひいさん、何をビクビクしておいでだい。戸の外に大入道の鬼が来て、お前をさらっていこうとでもしているのかい、と尋ねました。あら、違うの、とお姫様は答えました。大入道の鬼なんかじゃないわ。でも、気味の悪いカエルが来て。そのカエルがお前にどうしようというのだね。あの、お父様、それはこういうわけなのよ。私、昨日いつもの森の泉のところで遊んでいましたらね、金のまりが水の中に転げ落ちました。それで私が泣いていると、カエルが出てきて、まりを取ってくれましたの。それから、カエルがしつっこく頼むもんだから、じゃあ、お友達にしてあげるって、私、カエルに約束してしまいました。
まさかカエルが水の中からのこのこやってこようとは思わなかったんですもの。それがあの通りやってきて中へ入れてくれって言うんですもの。その時また廊下の戸をトントン叩く音がしました。そうして大きな声で呼びました。一番下のお姫様、開けてください、頼みます。冷たい泉の枠そばで昨日約束したことをあなたは覚えているでしょ。一番下のお姫様、開けてください、頼みます。すると王様は言いました。それはお前がいけないね。一度約束したことはきっとその通りしなければなりません。さあ早く行って開けておやり。お姫様はしぶしぶ立って戸を開けました。途端にカエルはぴょこんと飛び出てきて、それからお姫様の後についてひょこひょこ椅子のところまでやってきました。カエルはそこにしゃがみ込んで上を見ながら、私もその椅子にあげてくださいと言いました。お姫さまがもじもじしていると、お父さまがまたカエルの言う通りしておやりと言いました。お姫さまはしかたなくカエルを椅子に乗せてやりました。するとカエルがまた言いました。どうぞ私をテーブルの上に乗せてください。お姫さまがカエルをテーブルに乗せてやると、今度はさあその金のお皿をずっと私の方に寄せてください。そうする